今回解説する生物は尾がとても長く、下側から長い羽毛が生えている。まるでクジャクのようだが、目的はまるっきり違う。クジャクは求愛のために大きな羽を持つが、こいつは餌を取るために長い羽毛を持つのだ。その餌の取り方はクジラやフラミンゴに似ている。尾を水中に突っ込んで動かし、引っかかった甲殻類や微生物などを食べるのだ。尾でこし取ったものを食べるためか、体は極めて柔軟であり、なんと自分の尾の付け根を加えることができる。またこの採食行動は環境の維持にも貢献している。尾で泥がかき混ぜられることにより水中の酸素量を増やし、微生物を活発化させるのだ。またこの行動により泥の下に隠れていた甲殻類が引きずり出され、魚などが餌を得ることもある。そんな重要な役目を果たす尾だが、普段は邪魔なのか高く持ち上げ踏まれないようにしている。自身を大きく見せる効果もあるのだろう。あるいは尾の方を顔だと勘違いさせ、弱点の頭を守っているのかもしれない。歯は非常に細く、口のように尾についた微生物を吸いて食べることに特化している。噛む力が弱く、肉をちぎって食べることは難しいし、植物を消化できないため、他の種と餌を巡り争うことは少ないようだ。余談だが、この生物が住む地域では謝らない。人の比喩にこの生物の名が使われることがある。水を飲む時も尾に染み込ませ、それを吸って飲み寝る時も首を持ち上げたまま寝るため、頭を下げない生物というイメージがあるのだ。これは警戒心によるものであり、別に謝罪を嫌がっているわけではないと思うが、まあ他の生物と比較すると全然頭を下げないというのは事実だ。捕食者からすれば、収拾にくい相手だろう。